さあ、火の獄のね、無料体数をやっとまた引き当てたんで、挑戦していくんですけども、このクエストって現状で、まあ、カームがぶっちぎりの一強、あとはまあクリスタルとか、ナポレオンとか、オギャンコポン、オギャンコポンじゃない、なんだっけ、ニャルラトディプか。あたりがね、まあ、かなり有力なキャラクターではあるんですけれども、今回私が選んだ相方は、こちらね、ダムスちゃん。ダムスちゃんの加速を使って、もうスイスイでね、クリアしていこうっていう作戦でございます。ただ、ダムスちゃん、本当に動けないんですよ。まあまあまあ、しょうがないことなんだけど、ダムスちゃん動けないから、じゃあ何するかって言ったら、こういうね、パネルチェンジ。これが彼女のメインの仕事です。プラス、そのいい状況にした後の加速による援護。まあ、これでね、安定勝利をしていこうっていう作戦でございます。で、まあ、この動画を撮るきっかけなんだけど、まあ、実際、私ね、ナポレオンで周回してたんですよ。まあ、ナポレオンも強いから、全然問題なく周回できてたんだけど、まあ、ちょっとナポレオンに飽きちゃったなっていうのと、なんかね、ナポレオンのターンに、ああ、ナポのターン来ちゃったかみたいなテンションになったのよ。もちろんこのクエスト周回するのはカーム4が一番いいのは分かってるよ。でも、カーム4は持ってないって、これカーム1体しか持ってないから、これ貸しもんで、ギリ3体編成だから。そうだから、まあ、できないものはできないと。これはどっちからいこうかな。まあいいや。数減らそう。で、まあ、今年私ね、目標を立ててまして、その目標が、エクストラステージ？なんか1体運極作る。うん。これを目標にね、私、頑張ってるんですけど、無料体操やりました。いや、涅槃弱小でも全然良かったんだけど、涅槃弱小だと私多分ね、私の技術だと聖徳太子がいないときついのよ。で、私太子サブアカに1しかいないから、ちょっと周回きついなってことで、無料体操をね、選んで周回しておりますと。そういうわけでございます。で、そうそうそう、相方の話なんだけど、まあ、ナポでもそうだな。ナポでも全然いいんだけど、もっと犬いるんじゃないと思って選んだのが今回ノストラダムス。で、いろいろやってみたのよ。まあ、さっき言ったキャラ3体やってみたし、マソもね、反射だけでやってみたのよ。マソはマジで弱かった。本当にね、クソの役目立たなかった。反射はね、何もできん。玉ねぎヘッドがちょっと処理しやすいかなぐらい。ほんとその程度。で、まあダムスを使っていくんだけど、まあさっき見せた通り、パネル変更と加速、もう本当にね、まあ、ダムスはそう使うよねって感じの使い方しかしないんだけど、やっぱね、1体加速になるとね、楽なんよね、このクエストも。もともとカーも結構動けるけど、もう一声っていう場面多々あるじゃないですか。そういう時にすごい優秀なの。ここも、この処理。これもダムスの加速がなかったら、剣触れた後、剣輪か。剣輪触れた後に触れできないから、これを可能にしてくれてもダムス。素晴らしすぎる。で、ここはね、今 3P が、3PSS ゴリゴリしてもいいから、1体減らしとこう。いやー、理想は2体処理だけでしょうがない。ダムスちゃんはね、重力突っ込んじゃうとすぐ止まっちゃうから、そこの使い方だけ注意で。な、当たり前だけどね。加速が死んじゃった。そう、このクエスト、このステージね、ステ4とステ5かな。なんかね、友情コンボロックしてくんだよね。他はしてこないけど。そしたら、ここで私 SS を使うんですよ。ただ、ルートがね、倒して、踏んで、いっか。これでいいや。この近畿の獄の、無料ダイスクエスト。このクエストで私が一番難しいと思ってるのはマジでここなんですよ。ここが一番難しいと思ってる。だから、いかに楽に処理するかのために、ここで SS を使って、まあ、こうやってあわよくば鬼一体とか持ってってます。ここ以外では死んだことないんだけど、ここでね、一回死んだことあるのよ。めちゃくちゃ悔しかった。そんな思いをしないための、ここです。で、これもね、二分身先にしちゃえばいいんだよね。極論。あ、まあまあ、剣ザコ触れるのが一番いいんだけど、よっ。やっぱミスったか。そう、あのね、状況によってはこうやって触れられないから、だから加速が良かったんだけどね。まあ、ちょっと友情コンボロックされちゃってるけど。だからここはまあ、素直にいこうか。はい。
OK、ギリギリ、あっぶねー。ほんとね、ここいっちゃん嫌い。ここはね、一番嫌い。ここを楽にするためのダムスダムだ。ちなみに、ダムスちゃんなんだけど、SS 使ってあげれば、この玉ねぎ、重力を突っ切っていく感じだけど、なんとか処理できます。じゃあ、これは往復かな？往復ダムスかな？うん。カームの処理の仕方とはまた違った感じだけど、まあまあまあ、処理できればこっちのもんでしょう。一周くるっと回ってきて、オッケー。じゃあ、ボスやっていきましょう。また友情コンボ6体じゃったけど。もうね、ボス戦から楽勝だよ、このクエスト。こんなこと言っちゃあれだけど、ボス柔らかすぎ。すごい気持ちいい。でも、雑魚処理見せると死んじゃうから、気をつけましょう。そしたらね、焦点は、上行ってからかな。はい。で、あ、鬼1体持ってた。偉いわ。ここね、プニョ1体と何か1体倒せれば、大当たり。まあもちろんプニョ2体が一番いいんだけどね。そしたら、これで帰ってこれるかな。ダメだ。無料体制で多分止まるな。無料さんで止まっちゃうのは嫌だから、まあ、削るのもありか。ついよ。あ、そう、それとね、相性いいのがもう一個あって、アジンバランス貫通、アジンバランス貫通なんだよね。全恩恵を受けれます。マジ神。そしたら、ここも1体格殺処理で十分だから、どっちが処理しづらいかを判断して、まあ、こっちだよね。じゃあ、これ届くかな、いけるかな、いけるか、無理かな、いける。ダムさんいける。じゃあ、倒せんかったか。はい、失敗。ただ、向こうはワンパンラインに乗ってくれたから。攻撃の倒しの友情とかで解けないか。失敗したな。ダメだな。やっぱダムスが1手目とかに来ると良くないね。うん。じゃあ、SS 買います。一切この複製クエストは油断せず行きましょう。マジで。ほんとそれは思う。負けた時のね、絶望が半端じゃねえ。ちなみにカームの強化量こんな感じで、紋章とかこんな感じでつけてるから、もちろんワンパンできます。で、加速してるから届く。いやー、加速でかいわ。まあ、そのまま下の鬼倒してくれ100点だったけどね。でも十分でしょ。そう、友情コンボ6の解除が終わっちゃえば、ただただダムス強いんだよね。ほんと強い。ほんま強い。語彙力なくしちゃったわ。はい。トントンで加速してドーン。やっぱね、加速強えや。そう、ちなみにナポレオン使ってた時は、このラスゲで、まあ、初手で回ってくれば号令を打ったりして、うまいこと敵飛ばしてたんだけど、待って、これさ、これできんじゃないの？まあ、1体倒したところで意味ないって言われちゃうかもしれないけど、プニョ1体だけよりはちょっとお得？ほら、処理できた。うん、だからどうしたっていうね。もしかしたらそれが後に生きるかもしれん。それが大事。で、性質使うんだけど、多分これ踏んでるからこういくと処理できないでしょ。だから、どっちしよっかな。3分目で消えちゃうから、下だな。多分ダムス加速すれば全然いけると思うんだよね。全然いけた。じゃあ、もう言うことないです。まあ、私が言いたいのは加速行ったりと楽だよってこと。ああ、ちなみにね、モーセじゃなくてノア。ノアなんだけど、強いっちゃ強いんだけど、あいつね、ブロック持ってないから、ちょっとこう、奇抜な動きとかできないんだよね。そこがちょっと残念かなと思いました。1踏みの、2踏みの、3踏みで消えちゃうか。消えちゃうか。あ、登らん。ああ、登らん。登らんかった。今倒すつもりで言ったんだけどな。うまく避ければいける。よし、いった。避けた。
はい、以上、ご視聴ありがとうございました。アム太郎でございます。一応、四方をつけてるから、2体落ちたら嬉しいなぁ、マジで。でもね、これ今年の目標にしたけど、なんかね、思ったより到達できそう。そうだね。今期の近畿は結構プレイする時間取れたから、30ぐらい稼いだかな。わー、あの方でね。だね。もうちょい60。頑張りましょう。じゃ、バイバイ。